ユニセフボランティアの皆さん、こんにちは。2020、ジュンミスインターナショナル日本代表の内藤愛です。私は小さい頃、クラシックバレエを習っていました。週に6日、レッスンに通う日々を過ごしていました。学校や部活動、そしてバレエのレッスン、そんな子供時代を過ごすことができました。しかし今、新型コロナにより、子供たちのかけがえのない時間が奪われていたり、 未だに続く紛争に巻き込まれて希望を持てない子供たちがたくさんいます。ユニセフはそんな子供たちが少しでも夢や希望を持って過ごせる子供時代をくれるように支援をしていきます。ユニセフ、ハンドインハンド募金にご協力をお願いいたします。